ということで1本目終わりまして、はい、まあ何ですか、あの、ま、魔術指南、そうですね、みたいな感じですか。簡単にできるものからちょっと難しいものまで紹介しましたけれども、うん、最後のやつに関してもう誰でもできますから、呼吸法と要は自分の体をレンズにする方法、うんうん、っていうのをまあ簡単にね。これでもあれだよね、だから要はシリーズものじゃないけど、うん、次の週まで開くじゃないですか、うん、あのだからその間に練習するみたいな感じにしていけばちょうどいいんじゃないですか。だから次聞く時にはみんなレンズでいてほしいね、うん、目つぶったらもう早瀬の顔が思い浮かぶぐらいまでもう練習しといて、うん、でもそれだと魔術じゃないからなんだろう、ごぼう制にしないといけないからやっぱり恋、うん、そうただの恋になっちゃうね、うん、あでも恋もそうですよね、その人のことばっかり想像しちゃうから目をつむってもその人の顔が要は浮かび上がることができる、その人の顔をいますもん、ね、ごぼう制にすればいいだけの話ですよ、うん、恋から魔術に変えればいいだけの話だから、うん、じゃあみんなやってるかもしれない、ね、そうやってる、だからやり慣れてるかもしれない、才能あるのかもしれない、ね、そうそうそう、うん、恋しやすい人は魔術師に向いてると思う、なんか、うん、そういう確かにあるかもね、うん、自分の知らないところでそういう能力に目覚めてるっていうのはあるかもしれませんからね、もうできますっていう人いるかもしれない、はい、ということでまあまあじゃあ次はね、はい、僕の番ということでございまして、教えてほしいです、はい、トシボーイズが、まあその時気に入ったことを話すというような感じのコーナーでございますけども、うん、今日はですね、あのちょっと流行りについての話なんですよ、流行り流行、うん、流行にねちょっとね、うん、流されるのは危険だぞっていう話です。あ、そっちな、はい、今の流行について詳しくじゃなくって逆な、今の流行について詳しくってもうもはやその昼の番組みたいな感じになりますけど、ね、赤が流行ってるとかね、うん、そんな言われてもちょっと分かんないなと思ったけど、トレンドのね、そうそうそう、そこ疎いからやっぱりでね、うん、まあ何なのかっていう話なんですけども、うん、やっぱもうこの時代ですよ、うん、あの SNS とか、うん、まあ、動画配信によって流行が生まれると言ってもまあ過言ではないわけですよね、うん、でチャレンジ系って流行ったのご存知ですか、アイスバケツチャレンジ、はいはい、うん、そうですよね、多分それが一番有名なのかな、他にもあるんですか、はい、アイスバケツチャレンジはちなみになんで知ってるんですか、なんで知ってるっていうのは、なんか芸能人とか、うんうん、日本とか海外の人もそうですけど、はい、なんかあのそうですよね、あなたにしてほしいとかって言うんですよね、そうそうそう、うん、あの次はあなたみたいな感じ、たすき分けみたいな感じでやっていくんですよね、そうそう、であの支援するかそれともバケツの水かぶるかみたいなことでしたっけ、うん、そうそうそう、ね、寄付するかとかって感じかな、うんうん、それかアイスかぶるかみたいな、まあアメリカから大体始まったみたいな感じで、うん、はい、で結構あのオバマさんがね、うん、やったので多分そのかなり有名になったんじゃないかなと思うんですけども、うん、日本人でも結構やってますよ、うん、秋元康さんとか、うん、ホリエモンとか、ホリエモンな、郷ひろみとか、ああ郷ひろみもね、あの浜崎あゆみとかも、浜崎あゆみか、うん、であの海外だとジョージ・ブッシュとか、おビル・ゲイツ、おレディー・ガガ、おすごい、ベッカム、うん、ディカプリオとか、まあ、これだけの人がやってるってことは、うん、まあもう完全にこれは流行と言っていいんじゃないかと、うん、そうですね、いうことなんですけども、うん、このアイスバケツチャレンジ実は結構あの、うん、怪我人も出してるみたいな話を聞いたことあります、アイスで氷詰めた水かぶるだけでしょ、氷水かぶるだけでしょ、そうそうそう、あのそんな怪我になるんですか、死亡事故につながるケースとかもあると、死んじゃない、いやあの死んでるらしいですよ、なんでかっていうと、うん、やっぱエスカレートするんですよアイスバケツが、要は他の人よりよりいいアイスバケツをやってやろうと、うんうん、よりいいというか面白い、うん、のやってやろうってなったら どうします、どういう風に考えていくと思います、熱湯とか逆に、そうそうね、まあまあそのアイスバケツの概念じゃねえんだけどいやまあだからそのバケツの中に入れるものを変えるとかって意味かなと思ったんですよ、 あのね、うん、塩酸とか、やっぱ違うんですよ、アメリカだから、いやいやまあでもそれに近い発想、やっぱねアメリカはでかくすりゃ面白いと思ってるところがあるじゃないですか、バケツ器をでかくするということか、そうなんですよ、だから特大のバケツで、うん、とんでもない量の水と氷を入れて上から落として
バシャーンっていう、うん、まあ、でもちょっと分かるじゃないですか、うん、そのドリフとかさ、はい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 、志村けんの大丈夫だみたいなところをやってるような、うん、でそれで、まあ、要はバケツ自体とも、うん、たらいにするとか、うん、で落とす方の人がかなり高いところから落とさなきゃいけないじゃないですか、うん、バケツを、うん、バケツっていうか水をね、はいはい、落とさなきゃいけないから、ただすげえ特大のやつを一人の人が、うん、逆さにしようとしても難しいんですよ、うん、何人かでね、そう、うん、でできなくて、うん、バケツごと落としちゃって、それが人の頭の首のところにガーンっていって、うん、もうあの重傷を負う。ドリフってじゃ危なかったんだあれ。ドリフね、うん、まあ、まあ、あれ水入ってないから重くないけど、たらいとかだから、たらいとかまだいいけど、いや水の特大、うん、だ何リッターとか入ったら水って、うん、何キロとかだからね、何キロ、うん、何十キロ、何十キロが10キロが頭にくるんでしょ。そう、5メートル上から降りてくるとかなったら、うん、死ぬよね。死ぬ死ぬ。でそういうので、うん、結構重大なあの事故に遭ってるとかっていう話もあるんですよ。辛いな。で結構最近で言うと、うん、危機チャレンジっていうのが流行ったんですよ。危機チャレンジ、はい、うん、またの名を In My Feeling Challenge って言うんですけど、 In My Feeling Challenge、はい、なんですか。知らないですか、 In My Feeling Challenge。 チャレンジしたことないですか。したことない。ない、ないですか、うん、うん、カナダ人のラッパーのドレイクっていう人がいて、うん、ドレイク知ってますよ。で、あの In My Feelings っていう曲があるんですよね、うん、でそれに合わせて、まあ、踊るっていうチャレンジなんですけど、うん、そんだけ。そう、それだけではあるんですけど、うん、なんかね、車、うん、に乗って、うん、車が走っているところを、うん、そのままドアを開けて、うん、要は移動中の車から降りて見たわ、踊るみたいなのがちょっとブームになった。見た見た見た、見ました。あの海外の、うん、富裕層ではなかったですよ、僕が見たのは、うんうん、なんか貧困層っぽい結構ガリガリの男2人が曲流して、うん、で車走らせてそうそう、でドアバン開けて、それなんか踊ってて、うん、そうそうそう、歩きながら曲に合わせてみたいな、うん、捕まってましたよ。あ、捕まってた、うん、そうそう、捕まって、まあもちろん危険行為って、うん、それ見た見た、いうのもあって、うん、そうで、なんかなぜか分かんないけどそれが流行ったんですよ、うん、そのやり方が。で なぜだかそれで、要はあの反対車線にから車来てる中それやって引かれるとか、うん、当てて、何の意味があるんですかそれ。意味、要はアイスバケツチャレンジは意味あるじゃないですか、うん、寄付やらなんやらとかないですよ。え、踊りたいからですよ。目立ちたいからですよ。あ、そっか、うん、まあ、なんだろう、ほら踊ってみたみたいな感覚なんじゃない。 TikTok とか、そう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 、そんなノリ、うんうん、でやっぱそれが拡散に拡散を重ねて、うん、まあ、どんどん危険になっていたと。それ危ないわ。 よりスピード出てる車でやるとかさ、そういうことか、なってくるわけじゃないですか、うん、どんどん。でそういうので、まあ、危険が伴っていたっていうやつがあったんですね、うん。でも面白い系もあるじゃないですか。面白い系、ネイマールチャレンジっていうのは知ってます。転がるやつ。そうそうそう、うん、ネイマールがあのワールドカップだって、うんうん、時にあのファール食らってね、まあ転がると、うん、そうそう、ちょっと触れられただけで、うん、ね、何メートルか転がるみたいなのをやっちゃってたのを見た子たちが、うんうん、これは面白いぞということで、うん、みんな何もないところで転がるっていう謎の、うん、ファールをアピールするっていうやつが、ね、まあまあネイマールも何もないところで転がってるからまあ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 いいんじゃない。そうなんですよ、うん、でそういう系ならまあいいんですけど、うん、あのね、やっぱね、危険度が高いのが非常に増えているんですよ、うん、だからね、まあこれ聞いてて知らない人で子供がやる可能性があって、うん、タイドポットチャレンジってあるんですよ。タイドポッド、うんうん、タイドポッドって多分分かんないんですよ、うん、あの日本の人はあんまり、うん、これ要は洗剤の名前なんですよね。洗剤、はいはい、まあ、洗剤チャレンジ、うん、何をやると思います。洗剤チャレンジ、すごい服をきれいに洗うチャレンジめっちゃいい大会じゃんいい大会というかいいチャレンジじゃんこの汚れを私は取りましたっていう、子供が流行ってほしいわ、うん、そのチャレンジ、ビフォーアフターで、うん、違う、これもだから死亡事故につながる可能性があるっていうのでちょっと話題になったんですけど、うん、まあ、あなたあんまり洗濯しないか、うん、しないしない、最近さ洗濯で、うん、液体のがちょっと前だと多かったんだけど、うん、固形のカプセル状になってる洗剤っていうのがあるんですよ、うん、まあなんていうのかな、本当に
ガチャガチャのカプセルぐらいのサイズのやつの、そうそう、まあみたいなのがあって、それを入れるとまあ、あのちょうどいい中で2つのジェルがこうみたいなあるじゃん。はいはいはい、はい、あのすごいですね。3つの層の歯磨き粉みたいな、まあそういうようなノリであるんですよ。で日本でもジェルボールとかって言ってるのかな、いいやつなんですけど、それをどうするかっていうと、食べるっていう。なんでなんで、なんでってチャレンジだからね。いや、わけが分かんない。そのシンプルすぎない？なんか。そう。で、ただ、それを食って、うげーうわーってなってるのを、まあ、楽しむっていうだけの、まあまあ、やつなんですけど。だって、ね、意味が分かんないから。もうね、あの、流行り始めてすぐに、80人ぐらいの若者がもう体を壊して。いや、それはそうでしょ。大変なことになったんですよ、うん、だってそしたらもうジェルボールの方が食えるように改造していかないとなるほどね、もう、うん、そっちを寄せるって、ね、うん、食べることもできますにしないと、うん、死ぬよ周りみんな。いやだからもうそのかなりの事態になっちゃって、うんうん、あの何喉が焼けるみたいなのとか飲み込んじゃうんですね。噛むだけじゃなくて肺に火傷みたいなの話になっちゃって、バカじゃないの。あんなのだって汚れ取るためにやってるもん、体の中入れたらダメに決まってんじゃん。ねえ、汚れだらけなんだから、うん、体なんて、ね、そういうことじゃなくてね大変なんですよ。だからその、洗剤を出してた会社がこれはもう絶対に食うなっていうのを急遽その作って、あの発信しなきゃいけない羽目になったりとかって話なんですけど、わかんないな。でそんなことしちゃってやるでしょ。そうなんです。だってダメなことは分かってんだから。そうなんですよ。でこれをやるじゃないですか、ニュースで、うんうん、今若者でこんなんやって、うん、今大変大変危険なのでやるなっつったら増えるんですよ、ね、うん、それはそうでしょう。これがだから非常に今悪循環を起こしていて、うどうするかですよね。だからもう食えるようにするか、もうトゲトゲにして口の中入れないようにするかとかまあまあ、うん、そうね、うん、でもそれが楽しいって言われるでしょ。トゲトゲのやつはね、無茶をするのがいいんですよ、うん、でもうもはやこれもう自殺に近いんじゃねえかっていうのが出てきてて、うん、その名もファイヤーチャレンジってやつ。ファイヤーチャレンジ、うん、もうなんか大体わかるわまあ大体わかる。もう火つけるんでしょ。ヒントは火を使う。自分の体に火つけるんでしょ。そうそう、まあそうなんですよ、うん、全身にそのオイルを塗って、うん、でライターでまあ火をつけるだけ。何のことするのかわかんないわ本当に。で何を楽しむのかっていうと、うん、その暴れながら火を消すとかあるじゃないですか、うん、あの転げ回る感じとか、はいはい、うわーっつってね。で服を脱ぐとか、うん、あと水に飛び込むとか、うん、まあ、その火を消すところの過程の、うん、まあなんていうのかな、どう火を消すかとか、そうそうそう、うん、まあリアクションだよね、うん、リアクション芸を楽しむみたいな、はいはい、ネットコマーシャルみたいなもんかい。まあそうだね、うん、かあのただネットコマーシャルプロがちゃんとやってるやつですから、あんなことしてないからな誰も。そうそうそうでもこれで俺ゾッとしたのが、うん、7歳の男の子と12歳の女の子が全身大けがを負うっていう悲劇を生んでるわけですよ、うん、でこれね、うん、怖いのが普通に動画でこれがアップしまくられて SNS で普及してるわけじゃないですか。拡散してね、うん、正真自殺がもうそこら中に出回ってるみたいな、うん、動画としてねことなんですよ、うん、ちょ自分からね。でそれを見て、うん、あ面白いやろうっていう人が出てくるっていうことがもう恐怖じゃないですか。そこまで行っちゃってるんですね頭の回路というか。そうなんですよ。もう危ないじゃなくて楽しそうやろうっていう方に要は命をもう粗末にしちゃう可能性があるわけじゃないですか、うん、そう。その怖いよりも楽しそうの方にベクトルがね頭の行っちゃってるっていうのは、まあそうね、あともう一つ言うとその再生数伸びるんだよね、うん、危ないことしてる方がね。シンプルにでそれがまたリツイートされてっていうのでどんどん広まるっていうのが今の、そうそう、あのでその流行りを生み出したじゃないけど、うん、がもうむしろ誇らしい感じになる。じゃあもうどん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 エスカレートしていくね。そうそう。で今だからそのデオドラントチャレンジとか、デオドラント 今じゃないちょっと前なんだけど、うん、あのデオドラントってあるじゃないですか、うん、あのスプレー、スプレーね、デオドラントスプレーっていうやつ、うん、あのなんていうの制汗スプレーみたいな、うん、そうですね、あれをもう至近距離で噴射すると、うん、あのコールドスプレーみたいなんでさ顔がもう冷たくなるじゃないですか。それにどれだけ耐えられるかみたいなのをやめた方がいいよ一回したことあるんですよ。やってんすよ、あの、うん、うん、いやもう顔ほんま凍傷になって、そう凍傷なるんすよ、ね、めちゃめちゃ痛いからあれ本当やめた方がいい。そうで、それがまあ結構流行ったりとかしてると、うん、冷たーっていうのが、
そうそう、で今こういう風にね、今簡単に言っただけでもかなり出てくるじゃないですか、うん、まあ、他にもなんかシナモンの粉をただ飲むだけみたいな、辛いよ、シナモンチャレンジとか、なんかいろいろあるんですよ。コンドームチャレンジとか。コンドームチャレンジ、コンドームチャレンジ気になった、うん、コンドームするっていうチャレンジ。コンドームはね、コンドームチャレンジは、あのコンドームにめちゃくちゃ水入れて、うん、パンパンにして水風船みたいにするんだよ、うん、でそれを頭の上から落として、うん、バシーンってやると、うん、顔が、うん、あのコンドームに包まれて、うん、なんか宇宙人みたいになってるパンストをかぶってるみたいになるっていう、はいはい、でもアイスバケツチャレンジでよくない？そうそう、それはね、それはまあアイスバケツチャレンジは派生で生まれたんかなって思う、顔にペシャンってなるのが面白いっていうね。そうそう、まあそれはでも絵的にはね確か面白いんだけど、あのあれでやってたじゃん、あの何、あのえヒントもないと、アマゾンのやつ、アマゾンプライムの、うん、そう、あのクーちゃんが出てたやつ、ドキュメンタル、ドキュメンタルのくーちゃんが天下をかぶってたやつみたいな感じになる、うんうん、そうで、まあそういうのが今、まあ、世界中でこう発信されては、それを流行って、うん、でそれで怪我人とか、死亡者が出て、うん、問題が起きて、うん、でまた流行るっていうのが今、うん、もうトレンドになってきてると、うん、でそんな中でここあ、まあ、この放送のね、うん、数日前ぐらいからまたちょっと ややこしいチャレンジが流行ってきているんですよ。何、うん、だろう。でそれがあの桃チャレンジってやつなんですよ。うん、俺は知ってるよ。知ってるよね。うん、うん、あの実はこの桃チャレンジっていうのが、うん、ね去年って2018年の夏ぐらいからもう出てるやつなんですよ、うんうん、でそれがまたちょっと今になってまた再燃しているっていう話なんですけど、じゃあまず桃チャレンジって何なんだって話なんですよ、うん、これ何かっていうと、うん、まあ、SNS 上に Twitter とか、あと、うん、まあ、掲示板とか、あと、うん、なんだっけな、アメリカの WhatsApp とかっていうやつがあるんだけど、まあ要は LINE とかそういうやつの中に、うん、桃っていう謎の存在が、うん、あの子供たちを自殺するように仕向けてるっていう、うん、まあちょっと変な噂が流れるんですよ、うん、で何なんだっていう話なんですけど、うん、そのモモっていう気持ち悪い、なんて言うんだろうな、目玉がギョロッと出てて、髪がペタッとしてる、うん、で口が裂けてるみたいな、鳥みたいなやつですよね。あの、なん、もう本当に気持ち悪いとしか言い、うん、なんか言いようがないような、うん、キャラクターがいるんですよ、うん、でそれが子供たちを脅してると、うん、でそのモモの、番号があると、うん、電話番号が、うん、でそこにかけると、ま、何かが起こるぞみたいな、うんうん、で実際にかけてみたりすると、うん、メッセージ送ったりとかすると、うん、まあ、そのモモから自分の顔写真とその指令みたいなのが出ると、うんうん、で、まあ、その指令に従わないと、うん、お前の家に行くぞとか、うん、桃がね、そうそう、親になんか悪いことが起きるぞとか、そうそう、起きるぞとか、うん、まあ、なんかそういう脅しをするっていうことで、うん、子供たちがそれを言うことを聞かなきゃいけないっていう恐怖感に駆られると、うんうん、っていう話なんですよね、うん、簡単に言うと、うんうん、でこれがなんでその子供たちが怖がってるかっていうと、うん、まあ、とにかくその桃っていう顔がね、顔がめちゃくちゃ怖い、うん、で存在がもうなんかSNS 上でちょっと都市伝説化してる感じになったんですよね、うんうんうん、で、まあ、その、うん、去年か、うん、あたり夏頃に、まあ、スペインとか、うん、アメリカとかその辺でこう流行ったという話なんですよ、うんうん、でそれがまた最近にちょっと違うスタイルになってきたっていうことで話題になってて、うんうんうん、それがどんなのかっていうと、子供が見るような動画、うん、アニメとかあるじゃないですか、うん、まあ、日本でいうとなんだろう、アンパンマンとかプリキュアとかでもいいんですけど、うん、動画見てると、うん、急にその動画、ね、物語の途中でいきなりバッと画面が切り替わって、うん、そのモモが出てくると、うん、でお前この何画像を見たら、うん、あのお前は何かをしなくちゃいけないみたいなことを言い出すと、うん、もうはっきり言ってトラウマ
映像みたいな感じですよ ね、 ドッキリみたいな感じで出てくるね。 でそれが怖いっていう言われてる理由っていうのが、うん、本当に普通の子どものアニメが最初はずっと普通に流れてるから、うん、親は安心して、ね、自分がそう安心して見せてる、うん、結構やるんですよ。僕の友達も子供いる人はやってて、その、うん、なんておとなしくさせるために、うん、アンパンマン子供に今動画見せるっていうのがドラえもんとか、ね、結構普通に行われてて、うん、みたいね。でその動画を見せてる間に、うん、要はお洗濯とか洗脳されるみたいな、あ、はい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 、子供がね、アニメを見させてただけなのに、うん、子供は桃に怖がってると、桃に怖がると。で、うん、でそこでうまいのが、その桃は絶対に親に言うなと、うん、親に言ったら殺すみたいなことで脅しをかけるから、うん、親にもバレないで、うん、その子供がどんどん洗脳されていくみたいな話になってるっていうことで、うん、まあ話題になってるんですよ、うん、この話ってちょっとまあ、うん、都市伝説っぽいじゃないですか。桃、ね、誰が作ったかも知ってますよ。あ、桃ね、キャラクターの方でしょ。うん、そうそう、ね、これそうで、実はそのモモっていうキャラクター、うん、これまあ存在しないっていう話なんですよ、うんうん、っていうのはこれ日本人の人が、うん、まあ、造形作家の人が作ったものをまあ無断で使われてるってだけなんですね、うん、だからその人からしたらもう最悪よね。そうなんだよ、自分の作品が海外で怖がられてるっていう、海外の自殺の道具にされてるみたいな話になって、まあ、でも実際その人はそういう系のを作る仕事なんだけど、まあね、うん、そう俺ね、バニラガローで見た記憶があって、うんうんうん、なんかこれ見たことあんなって最初思ったんだよ、うん、見た時に。そしたらやっぱりそうで、うん、どうやらあれ産めのモデルらしい、うんうん、産めから撮ったみたいな作品らしいんですけど、そうだから実は日本のそのキャラクターというか造形を勝手に無断使用して、うん、そういう話を誰かが作って、うん、でそれが広まったっていう、はいはい、まあ、いわゆる都市伝説っぽい話なんですよ、うん、ただこれじゃあなんでそんなに信用され始めたのかって話なんですけど、うん、これ警察とかが注意喚起を出してるんですよね、うん、いろんなところで、うん、で、まあその広がる理由として、じゃあ実際に何が起きたのかって話になってると、うん、必ず出てくるのがアルゼンチンの12歳の少女がこの桃チャレンジによって自殺したっていう報告が上がってると、うん、で、まあ、そのどんな話かっていうと、少女のお兄ちゃんが裏庭で首を吊った少女の遺体を見つけた時に、近くにスマートフォンがあって、うん、で少女はその自殺の前にスマートフォンで桃を見てたと。そうそう、うん、桃の、ことをが、まあ、そそのかされてみたことがあったと、うん、でまあこの要は事実みたいな風になってるから、うん、この話どんどん広がってったんですよね、うん、じゃあこのアルゼンチンの、うん、少女、うん、って本当なのかっていう話、本当に亡くなられたのか、この事件が、うん、どうやらこれ自体がもう嘘じゃないかみたいな話になってるんですよ、うん、でさらにまあインドとかコロンビアでも同じような、自殺したって話が出てくるんですが、うん、どれを調べてっても、まあ、そんなに話はなかったんじゃないかっていうことに今結論づいているんですよね、うん、だから今桃チャレンジっていうと、うん、まあ、デマだっていう、うん、でそれを結構マジで信じちゃってる人も 半々ぐらいでいて、うん、だからその桃チャレンジを信じてる人にこれはデマですよっていうのを広める活動みたいなしてる人もいたりする、うん、ニュースとして出してる人もいたりする。で逆にその桃チャレンジに気をつけろっていうことで注意喚起をしてる人もいると、うん、だから今ちょっと情報が混戦してる状況なんですよ、うん、でじゃあこれが本当にデマなのかどうかっていうとそれもまた微妙で、まあね、実はその自殺した理由っていうのがモモかどうかっていうのを確かめようが実はあんまりないから、うん、本当にあるかもしれないとも言えるんですよ、うん、でこの話ってちょっとスレンダーマンと似てて、はいはい、その嘘から始まった話だったとしても、うん、人がね、本当にこれがそうみんながみんな注意喚起のためっつって桃チャレンジ
気をつけろって広めたことによって、実際にあるものとなっちゃって、うん、でそれにまつわる動画っていうのが今すごい出ちゃってるんですよ、うん、今度はそのモモを見たとか、モモが実在した映像とか動画とかっていうのが、うん、あ作っちゃってね、もうね増えちゃってるんですよ、うん、だから実際なかったものがあるようになってる、うん、で最初言ってたそのアニメの途中に切り替わってっていうのも本当はないっていうデマだって話だったんだけど、うんうん、これに感化されたネットユーザーみたいなのが実際に作り出すと、うん、でそれっぽい動画も出始めてるっていう話になってるんですよ、うんうん、だからもうまさに嘘から出た誠の都市伝説に今なっていると、うんうん、だから、今デマだって火消しみたいにしてる人いっぱいいるんだけど、うんうん、これデマで終わらすにはちょっと危険なんじゃないかっていうこともあるんですよね、うんうん、もうあるから、うん、下手したら、まあね、うん、だからそういう意味では今現在進行形で気をつけなきゃいけない都市伝説なんじゃないかなと思っていて、うん、ちょっとこれはねお子さんがいるお家の方とかはちょっと気をつけて話を追ってった方がいいんじゃないかなと思って、うん、日本語用にも作られてるんですか？ねそう、桃チャレンジの内容を日本語で説明してるのとかもあって、うん、でそれからイギリスのイメージすごい、そうだね、うん、ですよね、イギリスとか日本に来てんだ、だからそう桃でね、本当にねここ最近ツイッターとか、うん、フェイスブックとかで流す人がめちゃくちゃ増えちゃって、でリツイートするじゃないですか、うん、でまたそれ見て広まって、でそれを見てツイッターに出てるのを見てトラウマになったっていう人が出てきちゃってるから、もうもはやその影響力っていう意味ではデマじゃないんだよね、うんうん、だから元々のモデルがこれでしたっていうのを拡散すればね、そうだ、そう、それをやってる人もいる、うんうん、でそれで、ね、あそうなんだっていうので、うん、落ち着きましたみたいな人もいた、うん、だ顔だけ見てると怖いけど足まで見たらそんな怖くないじゃないですか、そうでね、でもねそれオリジナルにしてるモモがあるんだよ、オリジナル、オリジナルっていうか要はそのあれってさ、うん、顔は人間だけど、ま、人間っぽいというか気持ち悪い感じの人間で、うん、体が鳥じゃないですか、うん、一応、うん、鳥っぽいもの、うん、足が4本あるみたいなね、うん、で、その日本人の、造形作家の人が作ったのはそれなんですよ、うん、なんですけどなんか体が人間みたいなバージョンのモモとかも、うん、もうできてたりとか、ちょっとパロディみたいになってるモモがあったりとか、じゃあもう怖いな、そうなったらもうね、だからもう逆にだから産めの方がデマって思われたらね、そうね、うん、だもう海外の人が分かんないじゃないですか、分かんない分かんない、でまあまあね、どこまで説明したらいいのかも分かんないけど、だからこの今またちょっと火がつき始めてるモモチャレンジっていうのは、あ、都市伝説として今すごい生きてるものかなって思ってるんですよ、だからまあこのモモチャレンジっていうのはちょっと情報として流れてくる可能性が高いので、うん、ちょっと気をつけて見ていた方がいいんじゃないかなという、うん、ちょっと注意喚起、ブルーホエールズとかの時とちょっと近いけどもね、はいはい、うん、なんでモモチャレンジちょっとあんまりねちゃんと調べないでツイッターに流れるのを見るって、 そうですね、うん、それを信じ込むとより危険かもしれない、こういうデマが広まってますよっていう楽しみ方はいいけれども、うん、桃自殺チャレンジとして見るのはちょっといかがなもんかと、でね、それをやっぱ探しちゃうじゃないですか、うん、気になって聞いたらね、でその探した先にあるものが、うん、作られてた、うん、新しいものだったら危険だよねって話なんですよね、うんうんうん、今まではなかったんだけど、まあね、そうっていうことなんで、まあ、ちょっと触れといた方がいいかなと思って、そうですね、うん、まあ、これが流れる時にはちょっとまた違う展開あるかもしれないけど、確かに、うん、でもあれなんですよ、カニエ・ウエストの嫁がこれを昨日だか一昨日、うん、桃チャレンジ危険だからっていうのをツイートかなんかしちゃってすごいとこに行っちゃってますね、それで広まるでしょ、またすっげえ影響力あって、うん、YouTube がだから桃チャレンジをどう扱うかみたいなの、うん、今その一言から桃チャレンジをいいように転がってんの、そのカニウエストの嫁ツイートによっていいように転がってないんじゃない、別に、ああそうか、でもだから YouTube
が今撮ったのが、うん、その桃チャレンジに関してる内容は全部広告が撮るとかいう話になりかけてる、うん、だからお金儲けに使わせないよっていう方向かな多分。なんで、それがいいよ。でも、うん、余計なことしてると思わない、うん、そのお前が言うと余計広まるだろうっていうことでもあるじゃない、ねうん、知らない人も知ることになっちゃうから。そうなんだよ。だからねこれ難しいんだよね、うん、今、まあね、まあ俺も話してるから何とも言えないんですけど、うんまあ、そういうちょっとね、うん、今まさにっていう熱々な話なんで、うんぜひちょっと注目しながら気をつけてみてください、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。